駅入口丸山駅は、埼玉県北足立郡稲町大穴小室にある、埼玉新都市交通稲線の駅である。この駅を境として、大宮側は複線、内宿側は単線である。駅番号は、NS09。当駅の南側に、上越新幹線と東北新幹線の分岐点がある。丸山駅付近空中写真より、 駅北部の道路のみがすでに存在している2面3線のホームを有する高架駅。一部の列車はこの駅が始発終点となる。2番線は両側にホームが接する構造であるが、下り線側には柵があり乗り降りできない。そのため、大宮駅発あたり駅業の電車では、隣の湘南駅で内宿駅行きに乗り換えるようにアナウンスが流れる。配線は、 ナイヤード方面は全ての線路が単線に集約されるのに対して、大宮方面は1.3番線の線路が新幹線の両端を目指して大きく分かれ、2番線は急勾配で地上の車両基地へ下っていく出入り湖線となる。基地へのスロープの手前に2番線から1.3番線、双方へ分岐するポイントがある。 2013年度の1日平均乗降人員は3248人。2009年度の1日平均乗車人員は1410人。駅は稲町の南端に近く、大宮寄りには、上尾市との境である、原子沼川が流れ、原子沼が広がる。改札口は、駅前を東西に横断する埼玉県道323号、上尾環状線に面して、 北向きに置かれており、高架下の改札前に公衆トイレと自動販売機コーナー、県道の北に駐輪場があるが、ロータリーや車寄せは設けていない。当駅と埼玉新都市交通の本社や車両基地は同一敷地内にあり、駅前のすぐ東側に本社、さらに東へ進むと、すぐ車両基地入り口となる。駅舎の南側の高架下は、かつての本社であり、 現在は設備管理所や運転管理所 JR 東日本テクノロジー丸山支店が置かれている。車両基地は上越新幹線と東北新幹線が V 字に分岐する下を県道が貫く三角形の土地にある。上越新幹線の上りが東北新幹線をまたぐ巨大な二層高架の橋脚をすり抜けるように ニューシャトルの上下線と出入湖線の線路が配置されており、非常に複雑かつ大規模な高架設備になっている。県道上げを環状線を西へ徒歩5分ほどの位置に埼玉県立が、ん、センターがあり、ニューシャトル開業当初から存在する大規模な沿線施設であった。2013年12月に新病院が一転に、キロメートルほど北西方向に移転し、徒歩で15分ほどかかる。 平日のみ1時間に1から2本程度降下したのバス停から、ガンセンター業の路線バスが運行されている。新旧ガンセンターの間には、埼玉県立精神医療センターがあり、徒歩10分ほどである。高架線沿いを北に、徒歩5分ほどの位置に、佐藤久志学園の埼玉自動車大学校、栄北高等学校がある。2003年から2018年3月まで、 駅正面斜め向かいに、日本美術専門学校も存在したが並行、解体されている。稲市屋敷跡江戸幕府創設期に、この周辺を収めた、大館、稲中寺の本拠地。地名の由来。稲町南部の埼玉県道3号埼玉、栗橋線沿いに区画整理された境へ1丁目の6丁目は、 当駅から 2km ほど離れており、蓮田市の JR 宇都宮線蓮田駅が最寄りである。ニューシャトル開通から20年近く、公共交通機関が存在しなかったが、2003年に蓮田駅との間に、ケンちゃんバスが開設された。ありがとうございます。